はい、もちろん引きません。むしろ痛そうだとお産が進んできたなって思っています。深い呼吸に集中できると良いと思います。どうしても痛かったり緊張したりすると無意識に呼吸は浅くなります。そうなるとママも赤ちゃんも苦しい状態になってしまいます。妊娠中からパパと一緒に深い呼吸の練習をしておくといいでしょう。陣痛の時もパパが声をかけてあげてくださいね。できるだけ自分の周りをリラックスする状態にすることです。好きな音楽をかけたりアロマを焚いたり愛用の抱き枕を持ってくる方もいらっしゃいます。助産師はママと赤ちゃんが元気でいることを第一に考えています。どんな乗り越え方でも大丈夫。リラックスしてお産に臨んでください。